はい。基礎から学べるバレーボール上達の鍋です。この動画ではバレーボールの技術を学ぶ過程でつまつきが起こるポイントを解決して皆さんと一緒にレベルアップを目指す動画になります。今回は Yahoo 知恵袋の質問に答えていきます。今回の質問が、スパイクを落ち際、落ちながら打ってしまうんですが、助走の入るタイミングを早くすればいいのですか、遅くすればいいのですか、という質問です。じゃあこの方なんですけども、スパイク打つ時に落ち気味でスパイクを打ってしまうので、助走ね、入るタイミングを早くすればいいのか、遅くすればいいのかっていう質問なんですよね。これは初心者の方でよくあることですよね。やっぱりその助走のやっぱタイミングがよく分かっていないので、やっぱこうなってしまうんですよね。で、この方の原因っていうのが、私が思うに、セッターがいますよね。セッターがいて、アタッカーがいますと。で、ネットがありますと。セッターが上げるトスが、どんなトスが来るのかっていうのを、あんまり予測できてないんですね。仮にセッターがオープンを上げるとするじゃないですか。オープンを上げるとすると、まずはね、セッターの技術があまりない場合っていうのは、トスを上げましたっていう時に、高さがバラバラだったり、ネットから離れたり、ね、トスが短かったりっていう風にして、トスがバラバラな、ね、パターンがありますよね。セッターがあんまり上手じゃないと。そうすると、で、この方はセッターがまずどの辺に上げるのかっていうのがね、毎回バラバラだし、よくわからないから、ちょっと早めに入って待っていようっていう風に思っちゃうんですよね。なので、セッターがトス上げました。で、助走で入ってきますと。入ってきて、でも入ってくるのはトス上がる、ちょっと早めに入ってきて、で、助走入って、で、ジャンプする前に、ちょっと待っていて、で、トス上がって、あ、ボール来た、この辺かと思ってジャンプをして、で、ボールをジャンプした後まだ来ないので、落ち際で打つみたいな感じなんですよね。まあ、なんとなくわかりますかね。セッターのトスが安定しないのと、この方のタイミング、よく入るタイミングがよくわかっていないっていうのが、よく重なったパターンで、この方はトスがどの辺に上がるのか分かんないから、基本的に早く入ると。早く入って、で、ジャンプするのはちょっと待って、で、ジャンプをして、やっぱ、で、そばジャンプだとあんま高くないので、ジャンプをしてまだボールが来ないと。ボールが来なくて、で、落ち際で打ってしまう。バレーボールってやっぱり助走してきて、ジャンプするっていうのを一連の流れでボボンっていう風にすると、やっぱり力のね、入ったジャンプになるじゃないですか。助走すぎに助走を止まってジャンプっていう風にしちゃうと、やっぱりジャンプ高さも出ないし、で、ジャンプをするときにまだボールが来ないので、で、落ち際で打ってしまうっていうこと。これがよくあるパターンなんですね。これが初心者の方でボールにタイミングが合わないっていうことで、落ち際で打ってしまう、まあ、ボールのタイミングが合わないっていう原因の一つではあるんですよね。なので、助走をするときってしっかり一連の流れ、助走ジャンプまでを、もうその流れたようにジャンプしないといけないんですけども、助走を止まってジャンプってすると、やっぱりね、うまく助走の勢いをそのままジャンプ力にね、活かせないので、やっぱりそのジャンプしてきてボールが来ないので、落ち際が出てしまうっていう風になってしまうので、これをね、その改善してもらえばいいと思います。セッターのトスもやっぱり改善は、もしね、バラバラであれば改善する必要があるんですけども、まあ、基本的にはセッターを上げたトスをアタッカーが合わせるっていう風にしないと、一生合わないですよね。セッターも毎回毎回ね、機械じゃないので100%同じ位置には飛ばすことはできないので、トス上げることはできないので、基本的にはセッターの上げたのを見て、アタッカーがその落下地点をよく読んで、助走してきて流れてジャンプして打たなきゃいけないっていうことなので、その打てないっていうのをセッターのせいにしちゃうは絶対いけないです。私絶対しないです。必ずセッター上げたボールは常にアタッカーの責任だっていう気合でやらなきゃいけないですね。じゃあ今回質問なんですけども、その助走の入るタイミングを早くすればいいのですか、遅くすればいいのですかってことなんですけども、まあ、この方に関しては、助走のスピードは今の倍ぐらいで、そのボボーンっていうふうにやらなきゃいけないので、やっぱり早めに入ると。その時の助走の距離っていうのはちょっと伸ばしてもらった方がいいと思います。その早く入る分、早く入る分、ちょっと距離をアタックラインぐらいだったら、もうちょっと後ろにいて、トスが上がったのを見て、その今の倍ぐらいのスピードでボンボンっていう風にジャンプをしてアタックを打つと、ある程度その助走の勢いを高さに変えて、落ち際じゃなくて高い位置でジャンプして打てるような気がしますので、もしね、その助走の時に一回その一連の流れで助走をジャンプってしていなくて、助走を
止まってジャンプっていう風にしてボールが来るのを見て打ってて落ち気味で打ってるあれば、助走の距離をちょっと伸ばしてもらってスピードを今の倍ぐらいのスピードで入って打つっていう感じにしてもらえれば、その落ちながらスパイクを打たないようにできるんじゃないかなというふうに思います。でそれで練習する方法としては、オープンだとボールのタイミング合わせるのが難しいので、私がよく言っている前線みたいな感じで前線にトスを上げてもらって早くジャンプって助走を早くしてジャンプして高い打点で、まあ、打ってもいいしフェイントしてもいいしっていう風な感じで、まずはタイミングを合わせるっていう風にしてもらった方がいいと思います。でタイミングが合ってきたら、じゃあ実際に助走してきてジャンプしてきて打つっていう風にしてもらえばいいと思います。で今回まとめますと、スパイクを打つ時にトスが上がるのをまず見ないで、ちょっと早めに入ってきて止まってきてジャンプしてきてでボールが来るの遅くて打ってるっていうような方であれば、だいたいみんなそういう風な感じだと思うんですけども、そういった場合は助走の距離をちょっと 1.5 倍ぐらい伸ばして、で助走のスピードは今の2倍ぐらいのスピードで入ってきてジャンプをしてで打つとっていう風な感じの練習をしてもらえたら、私は落ちながらねタイミング合わないってことはなくなると思うので、そういった練習方法でもいいと思いますので、やってみてください。じゃあ今回質問ですけども、スパイク落ち際を落ちながら打ってしまうのですが、助走に入るタイミングを早くすればいいのですか、遅くすればいいですかっていう質問にお答えしました。はい、今回動画に対する質問、バレーボール対する質問はコメント欄にお願いします。この動画の方はね、高評価ボタンお願いします。チャンネル登録をしない方はチャンネル登録もお願いします。ツイッターやラインアットもしてますね、よかったらフォロー等々お願いします。また明日も動画を上げてもらいますので、必ずお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。